リアリティを売りにした番組での演出内容が原因で、出演者が自殺する事件が、不意に発生。それは演出か事実か？で少し騒乱。その後に和田アキ子氏の発言、それでほぼ、演出だった、ことが確定した感じだが、それで主演者が死んだわけで。番組の制作側は自分らのさじ加減で出演者が死んだという事実に対して罪の意識、それはあるか。そして放送倫理機構とかの動きは、誰の指示だ、それは探り出す。前に、飯塚幸三氏が事故で二人を引き殺した、それに近い事態を思うのは自分だけだろうか。範囲内の、その倫理の結果だ。その領域内で起こる独裁制の果てに仲間の誰かは犠牲として死んでいく。その発露。最上位はどこか？という命題は重い。大賀さん、それの結果として？なら、地震に逆らう奴は、いないはず。